始まっちゃいましたね。今日という日がね、ついに始まってしまいました。校長先生が黒板を勢いよく走らせておりますけれども、勢いがいいね今日はね。勢いがいいですよ。なぜなら黒板読ませていただき、あれ、あれもう控えてるな。これもうだってそれはさ、みんな今日イカ焼きに来てるわけだからわかる、イカ焼くんだよ。イカ焼きに、みんなペアになってイカ焼くんだよ。みんなだんだん近づいてきてるぞ。じゃあ黒板読ませていただいてもいいですね。みんなお待たせ、出ましたイカ焼かせてよ。二人一組になるからさ。初めて聞いたと思う。10枚目シングル、あってイカ焼かせてよ。あ、10枚目シングル、セーブドームのあの子、いや、イカ、イカさ焼かせてって、いろんな曲がもうね、二人一組になってイカ焼かせてってことでお待たせってことなんで、帰ってきたけどさ、これは正直もうね、今日はもうこのグランドクロスという日になるんです。スクローブロックね、初めて聞いてるさんのこっちゃわかんないかもしれないけども、まあだからとにかくめちゃめちゃみんな楽しみにしてくれてるってわけで、うんうん、今日はね、まあ、何の日かというと、まあ、アッシー。あれ？アッシー。あれ？あれ？俺？俺？アッシー、ザワキョット。あれ？ザワキョット？ 38 歳誕生日おめでとう！ありがとう！あれ？千葉県17歳女の子、ラジオネーム、本の妖精リリー。本の妖精リリー。京都、うん、お誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。嬉しい。インスタの自撮り見ましたよ。あ、ありがとう。歯が白いですね。うん、羨ましいです。美白の秘訣は何ですか、うん、素敵な一年になりますように。ありがとうございます。美白の秘訣は、まあ、うん、奥さんがくれる化粧水を使うと、うん、ことですかね、やっぱね。やめて、吐くの。吐くと同時に猫が登場。咳払いだった。ちょっとやめてもらっていい？インスタね、これね。メガネも取って。はい、そうですね。ちょっと修正してる。修正してないですよ。鳥取県15歳男の子、ラジオネーム、星のスター。星のスター、ハッピーバースデー京都。あ、ありがとう、うん、星を重ねるごとに面白くなってますよ、うん、あ、そう、ありがとう。そんな京都大好きです、うん、嬉しい。校長も、あ、嬉しい、ありがとう。京都の1年間が良い1年間でありますように。もうみんなの書き込みありがとう。本当に一個一個見させてもらって、なんか本当にね、自分の励みになっておりますし、うん、もっとね、みんなを笑わせてやりたいという気持ちと、もっと自撮りをどんどん撮っていきたい。自撮りはもう、あの、いいですよ。え、自撮りはもういい。いや、それはもう校長舐めてるね、そこはね。いや、もう、もうほんと自分のことは、もう勘弁してくれ。じゃないんだよ、京都。じゃないんだよ。ほら、猫がいる。俺には猫がいるんだから。まあ、おめでとう、本当に。ありがとうございます。生徒のために、はい、またね、この38歳という1年間もね。ちょっと校長待って、鼻水出てる。いや、それは嬉しいから、ね。いや、そう、嬉しいと。当たり前じゃん、それ。ものすごく鼻水。え、何、何、何、ものすごい鼻水出てる。鼻水出てる？ぬふん。はい、いやいやいや。何？なんで後方して猫が鳴くの？システムがわからないよ、私。いや、おめでとう、京都。いや、ほんとみんなありがとうございます。さあ、そして、うん、もちろん、京都のね、はい、誕生日ってこともあるけれども、はい、まあ、まあ、お待たせってことだね。そうだね、そっちだ、そっちだ、こっちもあるわ、ノギ、うん、そうだね、みんなこっちが聞きたかったと思うよ。ノギザフォーン。いつからこれができたんだろうね。バイン。バインなかっただろ、今まで。普通に言ってくれよ。乃木坂46より、桜井玲香ちゃんと伊藤まりかちゃんがこのスクローブロックに初来校。イカのポーズを作る歌、はい、ありがとう。後で写真で確認して、なんならこの曲の出だしね、はいはいはい、桜井玲香ちゃんがこれ歌い出したから、これダークボイズのリングで見た、あーあーって言いますから、あーね、言いますよね。いや、違うんだよ、ほら、うんうんって言うけど、そのガラス越しの方に言うな。ダークボイズのリングでポーズ取るからね、ガラス越しの方に伝えるな、それを。集まってきちゃった、みんな。来ちゃった、みんななんか騒がしいから見に来たんじゃないか。とにかくとりあえず今日はチーム乃木よた、はい、もちろん分かってんだろ、そんな、まあね、準備万端だろ。聞いてないって言ったら言えよ。そうね、呼んで、みんなでね、今日キャプとマリッカ来るってことちゃんと今からでも伝えろ。頼むぞ、みんなにかかっているぞ。それではスクローブロック、本日も開講です。起立。はい、だって曲名のぎ来るのかな。でも何が、いや、のぎ来るでしょうね、それはね。あ、なんだろうね。ちょっと頼みますよ、当ててくださいね、そこら辺はね。ミスっちゃうかもしれない。いきますよ。まあいいや、楽しまってこい。レイ叫べ。何来るのかな、何来るのかな。スクールオブロック。録画したもん。違う違う、早いって。昨日のね、入り方が早いのよ。なんか、いや、M ステ10時間タモさんがやって、はしょってこないで急に。握手会の合間でね、うん、
握手会の会場の屋上で炎天下の中さ、はい、インフルエンサーやっててさ、やってて俺録画してるから、はい、そっから急に言わないでびっくりするからさ、3回見てるしちゃんと俺と喋ってねえんだよ、喋ってるよっていう曲だから俺は、うん、俺 CM でも馴染みだったしね、俺と会話して、うん、元気が出る歌ってことよだからって言ったから、うん、かっこいいし高速だし、うん、踊り、ね、踊り、うん、踊り高速なんだよ会話してくれよ、踊りがよ頼む、会話をしてすげえ早いんだよ手の動きとか、会話してくれ、俺は知ってんだよ、だから会話してよ、今年いっぱい聴いてんだからさ、曲締めるよ、あ、じゃあ締めてもういらっしゃるから、そうだね、情報にすごく恥ずかしい、うん、このくだりが締めます、いきます、あ、3分いいか、乃木坂46インフルエンサー以上、オーバーチェアが流ったんだライブだから今日は生放送でもあるし、そうです確かにそうだ、そういうことや、みんなラジオ聞いてライブ状態になっているから、みんなもスイッチ入れてライトに、そうだぞ、ここからだからまあ多い範囲じゃない、行くんじゃん多分、すごいよ、おそらく本人を前にしてやっている、それを感じながら照れながらも広域でやる、ちょっとね、温度差がすごい、いや違う、きっと温かく見守ってくれ、こいつなんだって顔されてる、そんなことないよ、全力でいきましょう、自己紹介、未来の鍵を握るレディオスクールオブロック校長の富山です、ロックのスペルは LOCK 京都の安田です、広島県15歳男の子ラジオネームマジマンジマンシャープ5、マジマンジマンシャープ5の書き込み、はい、いつか来るから今日来た、多分シングルの曲にかかってると思う、はい、今日の夜10時から始まる神回のためにしっかり勉強してきました、だって今日は乃木乃木ザフォサレちゃん書いてあるからね、これね書いてある、俺書いてるやつ言ってるだけだ今ちゃんこ乃木、今ちゃんこ乃木、乃木坂46桜井玲香ちゃんと伊藤真理香ちゃんが投稿、ハウスが来ました、これ書き込み通り行くからね、これはねこれが言ってるわけじゃない、これちょっとす好き好き好き俺もいつか握手会とライブ行きたいです、はいはい、やっぱキャプテンとマリッカだな、うん、だなあのね、校長のちょっと先生おかしいですけど、これ生徒からとって書き込み通りに読んでるだけですから、読んでるだけなんで、曲の指示もちゃんと書いてありましたからね、まあ、キャプテンとマリッカだなは俺が勝手に付け出したけども最後はちょっとね足しましたけども、てことで今夜の生放送教室には乃木坂46桜井玲香ちゃんと伊藤真理香ちゃんちょっとごめんなさい、温度差がパチパチパチの拍手だけが違うんですよ、あれなんか出るのかと思った、じゃあじゃあそういう、正直にちょっと言ってもらっていいですか、はい、今この一連ずっとご覧になっていただいたじゃないですか、桜、ねはい、井さんも、はい、まず僕どう思われますか、正直な感想で聞きたいです、正直な、正直な、はい、いいなぁこんなに気持ち入ってない、いいなあります、言葉を選んで選んでのいいあるのいただきました、どれにしようこれにしようっていうね、ちょっとマリカスさんもそうですね、正直にもう人それぞれの意見を、正直に、はい、ありがとうございます、え、何今ニコってしてくれましたよ、僕に対して、ね、大丈夫、やっぱり大丈夫です、かぶったから、かぶった、俺が間合いをだから測れなかったってことね、俺が言おうとしたら言われちったから、ちょっと、言われちったから言われちったから一回帰ります、いや待って待って帰らないで、校長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 がいなくなったら、いやもう僕不安ですわ、それはそれで、いやちょっとこれ書き込み読んだだけだから、さっきのマジマジマジ、いや本当にね、その通り書いてありましたからね、これみんな本当に待ちに待っていたんで、改めましてお一人ずつお声、お名前いただいてもよろしいでしょうか、はい、はい、生徒の皆さんこんばんは、乃木坂46のキャプテン桜井玲香です、出た同じく乃木坂46の伊藤真理香です、よろしくお願いします、いやー、片思いってことになるわけですね、これね。いや、校長の一方的だってこと。はい、そういうことだったことないですって。ないんですよね、お二人ともね。うん、これ、どうすか、その、ずっと僕は、まあ、会いたかったかもしれないってことになってるわけなんですけども。いや、それはもう引っ掛けない。いいね、いちいち。いちいちやったら長くなっちゃうから、これ。へいへいへい、なるほど。これ、スクールオブロックのことはどうすか、知っていてくれました、キャプテン。もちろんです、もちろんです。本当ですか、うんうん、何で知ってくれてたんですか、あ、でも私はやっぱり、はい、ナナミン。あ、うん、旭川の女、旭川のあなたのお父さんが呼んでるな、はい、言い方でそれね、うん、女さんがきっかけでした、はい、ずっと2年ぐらいね、そのガールズロックスってこの毎月3週目を担当してくれていて、はいはい、あ、それでじゃあキャプテン桜井さんがしてくれてたとか、うん、そうですね、うん、これだからね、伊藤さんあれなんですよ、その、はい、めちゃめちゃ乃木坂のメンバーの皆さんも来ていただいてて、つい最近だったら星野みなみちゃんと、うん、寺田蘭音ちゃんが2人で来てくれて、はい、でパンひたすら2時間食べまくるっていうちょっと過酷な2時間にはなってます、本当にパンです、焼いた、そうです、その都度焼いて、いいなぁ、楽しそう、あ、食べたいですか、いや
でもパンじゃないかな。何食べたいですか。今のお寿司。はい、じゃあ取りましょう。いやいや違う違う違う、チラッとその職業取るんじゃないよ。ほんとウニ食べばっかり。いや本気で取りますよ。さ僕金出しますから。しかも本当に来ますから、ね、言ったら乃木坂に寿司をおごれるなんてねえから。いや確かに光栄なことだこれは。ああ、うん。で、あとね、そう、井上さゆりちゃんももともと、あの、聞いてくれている生徒だったりとかして、川村真宏ちゃんだったりとか、カズミンも来てくれたし、生駒ちゃんも、それから、まいまい、深川真由ちゃんも来てくれたりとか、してる中で、あと僕たちもね、あの、乃木坂の46時間テレビ、二度ほどやっていただいたじゃないですか。あの、1回目に僕ら、あの、お邪魔させていただいて、ありがとうございました。ななみちゃん、旭川の女と一緒に。会ってた、最初ので会ってた。やらせてもらったりとかしていて、なんですよ。そうですね。はい。だからようやくこうやってあのキャプテンと伊藤なんて呼んだらいいですか。僕はずっと勝手にキャプテンって言ってるんですけど。あ、全然やっぱキャップか、はい、キャップ A かかが多いですね。はい、じゃあ桜井さんで。急に距離急に距離できたな。それが距離感すごい。ターコイズの女って。その女シリーズやめて。え、女シリーズで縛らないで。ターコイズのリング歌ってくれる。いや、そうだけど、ターコイズの女ってもう何だか分かんないからさ。そう。ちょっと、また可愛らしい。俺、じゃあキャプテンじゃあキャプテンにしましょう。伊藤さんは、まあ、マリッカってみんなに言われるじゃないですか。マリッカって呼んでほしいです。じゃあ、マジですか？マリッカがいい。ま、え、そうか。じゃあ、あれなんか違う。いやいや、違うのがあるの？いや、マリッカです。いやいや、一応あるなら聞きますよ。いやいや、それ、いや、嬉しいなと思って。呼んでほしいです。じゃあ、嬉しいな。マリッカ。マリッカ。はい。何これ。なんだよ。さっきのテンションとこの感じはなんだ。ちょっとごめん、あの、すみません、たまにオタがものすごい出ちゃう感じがある。顔が真っ赤じゃないか、君はさっきから。で、ちなみに今日ね、あれなんですよ、はい、あの、私事というかこちら事なんですけども、9月19日が、はい、うちの教頭先生の、あ、すごい、あ、さっきの誕生日、ありがとうございます、誕生日なんです、ハッピーバースデー、ありがとうございます、ね、ね、嬉しい、そんな日。いや、そうなんで、書き込みとかも本当にしてくれて、本当にありがとうございます、生徒のみんなも。でも今日僕が主役ってわけじゃないのでね。もちろん。二人早いな。え？もちろんが早い。もうちょっとピンポンじゃない。もうスタッフサイドもそうか。もうじゃあダメだ。すごいコンビ。今日はね、乃木坂46より桜井玲香ちゃんと伊藤真理香ちゃんが来ていただいて、うん、送る授業テーマがありまして、うん、本日の授業テーマは、いつかはこうなりたい逆伝。いつかはこうなりたいっていう、まあ理想とかね、夢とかがみんなはあると思うんですよ、聞いてくれてる生徒のみんな。でもなかなかその一歩をこう踏み出すことができない、まあ勇気もいるしね。でそんな生徒の話をキャプテンとマリッカ一緒に聞いていって、まあかけられる言葉があったらかけてあげてほしいし、実際だってありましたよね。そんなありまくりです。あります。まくり、今でもあるってこと。今でも全然、もう全部ほとんどそうです。キャプテンは例えばそのどういうとことを思ってたりした時期あったんですか、昔とか。いつかこうなりたいなっていうのは。やっぱりこう最初キャプテンになりたての時はちょっとこう私もできないと思いながらやっていたので、こうなんだろうな、みんなに言わなきゃいけないことがあるのに言いたいけど言えない勇気が出ないとか、もうそんなんで毎日悩んでました。でももうキャプテンになって5年6年ぐらい。そうですね、それぐらいになります。マリッカはどうですか、いつかこうなりたいとかって。こうなりたい、今でも昔でも。まあそうですね、うん、常になんか自分の理想系みたいなのはあるんですけど、はい、まあそれに向けて自分でなんかこう早く行動していく、なんか自分でなんか例えば制作していくだったり、そういうのはまあやっていって、はい、6年間頑張ってコツコツやっていって、はい、なんかできるようになってきたなっていう結果に出ることもあるし、結果に出た時に、あ、続けてよかったなって思えるんで。じゃあ本当今の話聞いて、マリッカもキャプテンも、まあ、そういう経験はもちろんあるので、まあ、生徒のみんなからしたらもしかしたら先輩になるかもしれないので、ちょっと一緒に背中を押していきたいと思っております。まあ、失敗が怖くて動き出せないとか、傷つきたくなくて新しいことがそれこそ試せないとかね、自分がやりたいことを思って始めたことなのにうまくいかなくてそのままちょっと投げ出してしまっている、だけど本当はいつかはこうなりたいと、そんなことを密かに思っている生徒は学校掲示板もしくはメールに書き込んでください。よろしく。学校掲示板メールすべてはスクールオブロックのウェブサイトから www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック、 ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京 03-3221-1800、 東京 03-3221-1800 です。
ファックス対今日ファックスもめちゃめちゃすでに届いていて、はい、せっかくだから今日チーム乃木坂のみんなの乃木坂に対する愛こもったファックスも、うん、そうでイラストでもいいし、ね、文章でもいい何でもいいから送ってきてほしいですね。ということでキャプテンマリッカ本日は2時間よろしくお願いいたします。お願いします。Full of Rock。 未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します。 Full of Rock。 東京 FM から全国38局へ向けて授業中スクールオブロック、今週木曜日の生放送教室にヤバい T シャツ屋さんが登場。校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 明日リリースされるヤバティ先生の5枚目のシングルパイナップル先輩をゲットした生徒は学校掲示板に感想を書き込んでください。ちなみに私の入籍はノリではございません。最高の嫁だぜ。そうだ最高の嫁なんだ。すげえ出てくんな。ありがとう嫁。ありがとういつも。早くどっか流れてくれよ。流れないよ居続ける俺が。すげえ笑顔で言ってる。ありがとういつも。さあそして今夜の生放送教室には乃木坂フォーティシックス。普通に言えないのもうそういうやばいか。いこれ違うんですよ聞いてください。キャプテンとマリッカ下りがあるんですよ。2年間くらいずっと、ね、その橋本奈々美ちゃんのガールズロックスの時に乃木、うん、乃木坂花ちゃんみたいなこと言ってて溜めて言うみたいな下りがね。聞いてる4人ぐらいがあれやってくれって言うんですよ。4人ぐらいです。もうちょっといると思いますよ。本当もっといますよ。でもなんかさ、はい、今日初めて聞いてる人なんだこいつって思ってる。そこいいそんな冷静な目いいんだ今。行け行くんだ校長。乃木坂4 NO 桜井ネケちゃんと伊藤マリケちゃんとこいや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 マリカです。本当だから2時間さっきもね欅坂の平手友梨奈ちゃんが投稿してくれたりとか、うんはい、その坂道シリーズがね、うん、今日こうして会うこともなかなかなくて、ありがたい嬉しい。欅坂とはキャプテンどうですかこの交流とか番組とかでね年末でしたっけあれ工事中とね部屋掛けで一緒とかありましたけど。そうですね、はい、でもそれ以来は本当になんか裏で会った時に、うん、よみたいな、よみたいなとかよって感じなんですね。まあ、でも先輩だしね。あと一方的にあの、うん、ライブ見たりとかそんな感じ。中でなかなかゆっくりは。そうか、そうすると忙しいし、うん、みんなね。マリッカは。マリッカは、うん、すごくはっきり一生マリッカなんですよ。あ私は、はい、そうですね、うん、あでもあのガールズアワードの ねあの最近そうライブ、うん、あの、ね、一緒に見てたよね。そう乃木坂がの前に欅、うん、ちゃんをね、うん、みんなモニターの前に駆けつけて、うん、見てましたよ。いいなんか関係性なんそうしたらね。そうですね見たくなっちゃう、うんうん、やっぱ気になっちゃいますね、うん。でそんなまあお、ね、お姉さんでいいのかな坂道で言うと。あでもみんな年下姉さんかみんな二十歳とか、うんうん、そうですね。この乃木坂46が、来月の11日水曜日にもう19枚目なんですね。いや、うん、シングルいつかできるから今日できるリリースになります。ありがとうございます。これもテレビでねこの間披露されてましたけれども、はいはいはい、この曲が、今週の金曜日ですね、はい、22日より公開になる映画朝日ナグの主題歌となっている、はいはい、でお二人もこれもちろんねがっつりと出演されてるわけで、はい、一応このまあ説明いたしますと、うん、原作が漫画で、うん、ビッグコミックスピリッツで連載中の漫画朝日ナグ、うん、なぎなたですよね。はい、なぎなた。まあか、剣道のようなっていう言い方がいいのかな。感覚としてはそれに近い。うん。このなぎなたをテーマに運動音痴の主人公東島朝日ちゃん、うん、これ西尾七瀬ちゃんが演じられてる。うんはい、で朝日ちゃんがなぎなたと出会って、うん、まあ葛藤だったりとかこう挫折とか、はい、そういったものを味わいながら青春のすべてをかけていくっていう物語で。でキャプテンはね、はい、これマリッカもですけど他の皆さんも乃木坂のメンバーたくさん出られてるじゃないですか、はい、白石さんだったり松村さんだったりとか、うんうんうんはい、最初見させてもらったんですけどありがとうございます。もうあの乃木坂ファンからしたらこれ当て書きなんじゃねえかっていうぐらい、はい、皆さんのそのなんていうんですか普段の性格とか、はい、結構合ってるとこないですか。どうなんだろう。どうなんだろうね。そうかな。やってて、どうだったんですか。やってて自分として全然そんな似てるなと思ってやってなかったですね。別物だなって思って、はい、僕松村さんとかはもう松村さんだなって感じだったさくらちゃんそのまんまですね。ドハマりしてましたね。すごいそのまんまだった。なあちゃん西野七瀬ちゃんもまあなんか僕たちのイメージの確かに感じがつながってるなと思って、はい、でキャプテンもね
あんまだからこれこれからだからね、どんな役とかも言わない方が多分いいと思うんですけど。あ、全然全然ね、はい、しょうこちゃんやんちゃな感じの、やんちゃで、うん、最初のあの目つきとかが最初の目つき、うん、本当にそうだったのかなみたいな、その本当にめっちゃやんちゃな人だったんじゃないっていう、そのなるほど、そういう感じの役をやられてたということですね。めっちゃなんかリアルだったし、嬉しいです、ありがとうございます。へー、でマリッカが出てきた時、うん、めちゃめちゃ場が閉まったなって僕思いました、はいはい、おーバーなんかいやテンポもいいしうん、うん、なんかそのそ、ね、はい、最初のシーンとか結構そのエリちゃんは、うん、なんか口が達者で、うん、そうそう、自分はもう全然そういうタイプじゃないんで、うん、結構大変でした最初のシーンは特に、はい、結構あれですか、その監督さんだったりとかにいろいろ相談とかしたりとか、うん、はい、本読みは結構入念にやってるね、何回かね、うん、今始まってから結構みんなの感覚でやれてたなって感じはします、へー、なぎなたまだって実際にあれやってるんですよね。やりました、すごい稽古しました。どんぐらいの期間稽古されてたんですか。1ヶ月ちょっとかな、1ヶ月ちょっとバースでライブぐらいから始めて、はい、ライブのリハと並行してやってました。ライブめちゃめちゃしんどくないですか。だってその間にもちろんね、いろいろ握手会とか番組の収録とかもある中で、うん、はい、やってましたね。もう部活みたいな感じでした、うん、本当に。そうか、正直ちょっと心もう折れそうだわ、辛くてみたいな瞬間とか。最初はもう、はい、想像もできなくて、自分たちがなぎなとをやってる姿が、はい、なんで最初は若干絶望しかけたんですけどこれを本当に映像で撮れるのかっていう、はい、でも始めたからはね、ね、すごいみんな必死で、やっぱ防具をつけて、うん、あの長い棒を持つとより本当に最初のうちは全然動けなかったんですけど、うん、もう本番その撮影始まってからみんなもうすぐにもう防具自分でつけてやるし、ね、もう本当にやってたのかなっていうぐらいの感覚でした。そのお家とかでもイメージトレーニングしてみたりとか、ね、演技もそれも入るわけですからね、さらにね。キャプテン、この朝日なぐ22日金曜日から公開ですけども、はい、どういった方に見てほしい映画となりましたか。もう本当に世代関係なく、リアルタイムで今学生の子たちにも、こう共感していただく部分たくさんあるだろうし、上の世代の方たちは自分たちの今までの思い出とかとすごいリンクして、多分それぞれ感じ方がすごい変わってくる映画になってると思うんで、ぜひ幅広い方に見ていただきたいです。乃木坂46、いつかできるから今日できる。映画朝日なぐの最後にこれがまあかかるわけなんだけども、はいはい、うん、この曲もそのイントロは結構その静かに入っていくじゃないですか、うんうん。だから最初からいけるとかじゃなくて、はいはい、多分曲もちょっとこうどっか迷ったりとかしている中、途中からストリングスとかがこう入ってきて、開けてきて、あ、多分いけるわってなれる曲だなと思って。うんうん、映画ももしかしたらそういう映画なのかなとも思うし。うん、そうですね。ね、うん。僕も映画はちょっとまだ見れてないんですけど、この曲、さっき今、その曲聴かせてもらってて、今校長も言った通り、なんか、揺らぎというか、自分の気持ちの揺れとか、なんか、徐々に元気になっていくというか、うん、自分のなんかその気持ちにちゃんと寄り添ってくれて、一緒になんか成長してくれる曲だなと思って、うん、すごいなんか元気をもらえた曲でした。よかった。10月11日水曜日、発売。うん。はい、さあ本日は、こんな授業をお送りしたいと思っております。いつかはこうなりたい逆転と思ってんだ、いつかこうなりたいってね。そうね。だけどもなかなか一歩を踏み出せないでいるってやつの話をみんなと一緒に聞いていこうと思ってるんだけれども、もしもし、もしもし、校長の富山です。教頭の芦澤です。そして桜井です。伊藤真理香です。名前教えて。愛媛県高校2年生17歳ラジオネームベースパルベアです。ベースボールベアならぬ、ペースパルベアな。ベースパルベア。ベースパルベア。ベースパルベアな。ベースパルベアな。17歳、ここ何年生今？高校2年生。あ、中2高2はフリーダーム！フリーダーム！ナイスフリーダム！
ちょっとね、マリッカが。いや、そうなんですよね。今日疲れた顔してるんで。そうね。強い目線を感じています。で、中二校には一番自由な時間があるんじゃないかということで、うんうん、毎回叫ばせてもらってます。大事ですね。大事、ありがとうございます。うん、貴重な意見ありがとうございます。ベースバルペア、乃木坂好きなんだよね。はい、大好きです。うわ、嬉しい。いつぐらいから好き？ハレジョンが咲く頃の。出ました、センター、前々ね。前卒業してからは川子さんやってるね。うん。情報ありがとう。誰推しとかあんの？今日来てくれてる伊藤まりかさんです。あら、嬉しいです。ちょっとこれ。ありがとう。じゃあそんなマリッカもいるし、キャプテンも来てくれてるから、そんな中、いつかこうなりたいってあんのよね、ベースバルペアね。はい。ちょっとじゃあ聞かせてもらってもよろしいかい？はい。いつかは消極的な自分を変えて、みんなを引っ張っていける生徒会長になりたい。生徒会長、どでかいね。これはどう、なぜこういうふうに思い始めた？僕の学校では、近頃生徒会長選挙があって、近頃あんね、近頃ねもうすぐってことね、うん、それにあたって立候補したいと思ったんですけど、うん、その理由が消極的な自分から、うん、積極的な自分になりたいと思って、うん、なんで積極的な自分になりたいと思った？例えば、学校行事とか、最近運動会やったんですけど、やっぱなんかそういう時でも、ちょっとやっぱ旗から冷めた感じで見てる自分がいて、それじゃあつまんないなって思ったんです。で、その近いうちにある生徒会の生徒会長に立候補したいけれども、はい、今のその気持ちとしては正直どれぐらいなの？50%、やっぱビビってる自分もいるしか。はい、マリッカは、はい、そのこういう経験あります？何かやりたいけどもできない、どうしようってこう葛藤する時とか、うん、ま、でも乃木坂46としてやっぱ活動していく中で、うん、こう協調性も大事じゃないですか、こう、うん、集団活動だし、はい、でも、うん、なんかどこかやっぱ自分の個性だったりを出したいなって思っても、うん、自分の個性を受け入れてもらえるか心配になっちゃって、うん、ね、ずっとずっと出せなくて、うん、だからそれこそハルジオンが咲く時とか、うん、咲く頃の時とか、はい、あのすごい迷って、はい、迷ったけどもすごい前面に出したんですよ、自分を。自分がやりたいことはこれだって思って出したんですけど、はい、出しすぎてすごく、はい、むしろ迷ってしまって、あれ、私なんでアイドルやってるのになんでこんなことやってんだろうまでになっちゃったぐらいあって、結構コントロールがやっぱり難しいですよね。そう、でも迷ってたらやっぱ行動した方が、はい、自分はその時にあの後悔はしてないし、うんうん、やってだから個性を分かってもらえたから今ここにいると思ってるんで、はい。じゃあ本当怖いとか不安とかももちろんあったし、今のそのベースパル、ね、ベースパルベア見たく、うんうん、ありましたね。そう、じゃあこの 50% はじゃあもう絶対に立候補した方がいいっていう、うん、思ってたら絶対にやった方がいいと思う。だって出なかったら絶対後悔するじゃないですか、 50% も思ってたら、ね、半分なんだもんね。半分あるんだったら、うん、出て後悔していいじゃないって思います、私は。ちょっとベースパルベア、はい、録音したか録音はしたのか何の確認だろこれは今のマリッカの言葉聞いて、うん、正直などんなこと思ってる今、前は。うん、そうですね、うん、まあまだ揺れてる、どうなるかわからないですけど、うん、やっぱり挑戦してみようかなって思います。いいね。そうですよ、それですよ。そうであるべきですよ。キャプテンも大きくなぞいてくれてて、その通りやるべきです、ね、うん、多分乃木坂入る時だってそうだったでしょ、二人とも。そうですよね、ね、うん、もちろん。でも結果そのね、うん、こうして今そうだよ、みんなにこうやって声を届けてくれてるわけだしね、うん、近頃行っちゃうか、そしたら近頃な、はい、行っちゃおう、キンキンに行こうよ、頑張れ何よりお前の好きなマリッカが言ってくれてるんだよ。そうだよ、誰よりも力になる。最後にもう一言もらって、イラスト、うん、一撃頑張って、一番応援してる。ありがとうございます。声が変わった。今のマリッカからいただいた言葉をもう何度も頭の中にこう浮かべて、はい、そしてこの曲をたくさん聴いて、うん、その時ね、頑張ってね。
ちゃドキドキするだろうけどね。いや怖いよ、めちゃくちゃドキドキすると思うけど、いけるよ、いけるいける。さあこの後11時台も、キャプテン桜井玲香ちゃんと伊藤真理香ちゃんマリッカと共に生徒の話を聞いていこうと思っております。はい、学校掲示板メールで待っております。www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 ファックスは東京03-3221-1800です。ファックス引き続き乃木坂愛、はい、こもったファックスよろしく頼むわみんな、うん、ってことでキャプテンとマリッカこの後11時台もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スクールオブロック。仲間、それは大いなる力、一人では成し得ぬことも、共に手を取り合えば必ず道は開く。さあ難問を時間内で乗り越え、奨学金と栄光を4人で掴み取れ。 Battle Quiz School Force。学校と仲間の愛のおかげ、共に勝ち取る奨学金、4人1組でクイズに挑戦、それがバトルクイズスクールフォース。エントリーは4人1組、月曜から木曜1人ずつ電話に出てクイズに挑戦。制限時間は1人2分間、毎日最大で10問を出題、1問正解するごとに奨学金1000をゲット。4日間で最大40問、つまりパーフェクト達成で4万円を仲間でマゲイ。そして合計正解数をもとに君たちの名前がランクイン、それがバトルクイズスクールフォース。さあ仲間の力、フォースを信じて今週クイズに挑んでいるのは、今週は埼玉県立松山高等学校の4人です。昨日ラジオネームテッシー、テッシー、乃木オタだったにもかかわらず、はい、曜日が1日ずれたことに悔しいなこれはね、今日出られない。いやでも7000獲得してますからね。なんか、はい、今日登場してくれるやつも実は乃木坂めっちゃそうなんです、好きなやつなんで。もし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 、校長の遠山です。教頭の芦沢です。そして桜井です。マリッカです。ちょっとどうする？埼玉県16歳マルコメです。マルコメよ、マルコメ、キャップとマリッカ今来てくれてるよ。だよ、いやもうすごい緊張してます。マルコメ、マルコメ呼ばれてるぞ。うわいやいや、うわってなんだよ。なんで HP 減っちゃうの。やはり攻撃を受けるなよ。ダメージ回復するだろ、むしろ。なぜやられた。いつぐらいから好きな乃木坂は。昨日来たテッシーに勧められて、2、3ヶ月前からもうハマっちゃって。あれは、朝日ナグはもちろん行くんだろお前。もう今週末行きます。うわぁ、テッシーになった。誰と行く。昨日来たテッシーと。そう思うとテッシーが悲しすぎる。不憫でならない。不憫だ。お前ちょっとさ、これ今からね問題10問答えなきゃいけないんだけど、うん、はい、集中できるか。大丈夫か。頑張ります。ただここでかっこいいとこ見せたら、うん、まあ、キャプテンとマリッカがこれはね、うん、俺はもうだってね、いや頑張ってほしい、本当に頑張ってね、うん、じゃあ、はい、ちょっと頑張る、集中して。マルコメ、はい、な、よし、ここでお前下手打ったらお前マジでお前坊主だからな、お前すでに坊主かもしれない。マルコメになっちゃうからな。マルコメの状態じゃない。すでに坊主だと思うから。2分間で最大10問出題、答えがわからない場合は無限にパスして OK。 パスの使い方がこのクイズの鍵です。今週は毎日埼玉県立松山高校の仲間が力を合わせて挑戦、バトルクイズスクールフォース問題。落ち着いて頑張るんだぞ。第1問、1492年アメリカ大陸を発見した航海探検家は誰。コロンブス。第2問、生命という意味の英単語ライフの複数形のスペルは何。LIVES。 あ、オッケー。第3問、ブエノスアイレスはどこの首都。アルゼンチン。いいね。第4問、1918年に起きた米の安売りを求める暴動事件を何という。コミッキー。第5問、計算問題、 0.7 足す5分の3の答えは何。 1.3。 第6問、一挙に全部捉える、例えという意味の四字熟語は一網何という。打順。いいよ。第7問、1842年アヘン戦争を終結させるため清とイギリスの間で結ばれた講和条約を何という。アヘン戦争。パスで。第8問、マンガンを元素記号で表すと何。 NG。 第9問、風、川や海の水、氷河などの力によって地表が削られる現象のことを何という。
新色。いいね。第10問、平安時代の、中頃から終わり頃まで今の東北地方を支配し、毛通寺などを建てた一族を何という？伊達氏。でもね、もう高速、もう残り45秒の段階で完走したんだけれども、でもね、すごいポンポン言ってたな。丸込み10問中、1、2、3、4、5、6問正解で6000獲得。結構今日難しかったと思うけど。どうだった丸込み、うん、いや、格好問とか級とかできてたんで悔しいです。これね、1918年米一揆っていうか、まあ、米騒動で行きたかったな、これな。あ、それから1842年は南京条約。あ、それからこれね、まあ、イージーミスだね、これもね、マンガンはね、MG じゃなくて MN。あ、ただマリッカこれね、こんだけポンポン答えられて、すごいすぐ答えられてたから、ね、そうそうそう、すごいですね。キャプテンいかがでした、このマルコメの活躍ぶり。すごかったです、びっくりした、やるなって感じです。ありがとうございます。こんなことないからな、お前。そうだぞ。俺らと話すよりお前150倍ぐらいテンション上がってんだろ今。めちゃくちゃ上がってます。うわ、そうだね、認めるんだな。乃木坂の愛をじゃあ伝えとけ。そしたら丸込め、ね、乃木坂愛を言っとけ。乃木坂大好きです、これからも応援してます。わー、ありがとう、嬉しいです。俺も応援負けねえぐらいするからな。勝負だね、対抗する、ここが勝負だね。俺お前ライバルだからな。じゃあ明日以降もよろしくね丸込め。よろしくお願いします。じゃあね、じゃあね、バイバイ、さよなら。いやー、羨ましいね。シンプルに羨ましい。いいとこ見せられて羨ましい。かっこよかったよ、さすがだよ。すごいな。バトルクイズスクールフォース、明日ももちろん埼玉県立松山高校の仲間が登場。エントリーは常に受付中、仲間4人1組で応募してきてください。オーバースクールブロックのウェブサイトから。スクールフォースの歴史に名を刻むのは乃木を正しに決まってんだろうね。そういうことかな。そうだよね。イエーイ、イエーイ、そうっす。いつの間にか。いい曲ですね。急な感想を言う。急な感想。どういうとこがお好きですか、やっぱこの自分の曲は。キャプテン好き、まあ思い入れは強くなりますね。どういうその思いがありますか、この人生を考えたくなるという。ちょっとでも内容が結構リアルっていうか、本当に考えさせられるなっていう。そうか、女子校カルテット多いんですよね。女子校カルテット曲が、4人組、乃木坂のね。挨拶でした、ここ東京県から。そう、ね、全国38局へ向けて授業中、スクローブロック、今日乃木坂46から2人、桜井玲香ちゃん、雑誌ナイロンジャパンのね、はい、モデルも専属お決まりになられて、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 そして同じく大好中の伊藤まりかちゃん、乃木坂4619枚目のシングル、いつかできるから今日できるでは、仲良しの井上さゆりちゃんと共に選抜入り、そして初めての副陣というポジションになっております、京都の芦田です。どうですか、そのまりかとしては、この副陣。はいはい、うん、いやー、そうですね、結構オンエアではあっさりと、今回はこの間の工事中の選抜発表の回では。だからあ、コメント言ってみたかったなみたいな気持ちはありました。いつもはね、例えばバナナマンさんの、バナナマンさんの、はいはいはい、にやっぱ発表、あ、バナナマンさんは発表するわけじゃないけど、バナナマンさんの横で今の気持ちとかね、それコメント言ってみたかったですね。それが今回なかったんでね。なくて、あ、ないか、まあ、はい、よかった、まあ入れたしよかったって感じです。マリッカらしい。いや、見てる方も今日発表っつってるけど、どこで発表するんだろうな。お、来た来た、お、お、終わった、テレビなんか、お、そうなんですね。そうなのでもまあ別にそんなこうね、ポジションもまた変わりつつも、うん、まあ別に気負うこともなくですね。キャプテンも同じ感じで19枚目。うん、うん、さあ改めまして、乃木坂46の今日は桜井玲香ちゃんと伊藤まりかちゃんに、ドア頭からもう来ていただいてて、はい、ね、そしてね、ファックスがものすごいたくさん届いておりまして、今日尋常じゃない量が、ね、え、静岡県女房さん、ラジオネームちかちゃんもこうやって2人のね、可愛いイラスト描いてくれたりとか、すごい、
ね、乃木坂に出会えて本当に良かったとか、あとはこれはラジオネームの夏めぐもう朝日なぐのイラストを描いてくれ、短い髪もすごく可愛いですと、あとキャプテンと描いてくれております。この他もたくさん来てるんで、ちょっと見てってください、はい、見てってくださいってなんかうちのギャラリーに用意してありますので、ね、よかったら作品をいいの揃えてるんだね、見てってください、岩手県17歳女の子ラジオネーム萌えよアシュゴン、萌えよアシュゴン、はい、私初めて見ました、うん、初めて見ました、失礼しました、初めて見ました本当に今ね頭の悪さが飛び出しましたね今ね、多いねこういうとこあるんですよ僕ね、そういうとこあるんですよね、38歳とは思えない、がっかり自分に。続けます、もとい、今年の6月からなぎなたを始めました。舞台映画を見たわけではないんですが、このなぎなたを通してメンバーの皆さんのまっすぐな取り組み姿に影響されて、私も主人公の東島朝日ちゃんのように強い女になりたいと思いました。まだまだ未熟ですが、いつかは乃木坂46の皆さんに自慢できるような人間になりたいです。早く自分のなぎなたを飼いたいなと。そうだから、なぎなたをやってるやつらからしたら、うん、この朝日なぐなんてもっともっと気持ちも入るし、うん、そうですね、見ててね、うん、でも初めてね、うん、くれたのはすごい嬉しいですね、ね、本当、うんうん、ちょっと絶対見に行ってさ、ね、もしかしたら体動いちゃうかもしれないけどさそれ見ながらね、うん、そうね、うん、効果イメージトレングだみたいな、ね、感じで、ね、試合のシーンとかありそう、ねえ、ね、みたいな言っちゃう周りの人に気をつけてね、それだけで朝日なぐが9月の22日金曜日から公開で、そのね、間にもさっきもお話ありましたけれども、はい、撮影やら稽古やら、うん、たくさんあって、でそんな中あの全国ツアーがね、まだ、まあ、真っ最中なわけじゃないですか。そうですね、これがあの、うん、ね、7月の1日2日明治神宮 2days、うん、あのお邪魔させていただきまして、ありがとうございました。もうガンガン声上げさせてもらいましたけど、それはやらせてもらいましたよ、それは好きな曲もいっぱい弾けて、はい、よかったな、まあいやそれはいいや、まあ、思い出にしたら校長、あの曲もよかったし、あの曲も思い出しちゃった、あるんだよ、体に入ってるから、あらろま先行きましょう、校長の曲、あらろま好きなんですか、何なんですか、あれ何笑ってんすか、ちょっと急だ、あらかじめ語られるロマンス、え、コールしてるんですか、コールと、ね、でもね、コールはあの時は俺声聞きたいんで、うん、静かにちゃんとこうじっくり見る、なんだそれ、なぜお笑いになられたんですか今、いやすぐコールしてる姿、はい、ちょっと想像しちゃって、はい、想像しちゃってその先を聞きたいしちゃってしちゃった、はい、しちゃってちょっとOK、一回喧嘩しようか、いややめろやめろ、なぜだ、ほら来た、ほら来たじゃないよ、ね、すごいね、ほんと、あのね、この入っちゃうよこれ、ここのステップ横に移動しまたこっちに横に触れて、これね、指くるくる回してね、マリカちゃんが入ってるこれユニットさ、これ、はいはい、入ってます、俺ね、この曲マジで乃木坂の俺は武器だと思っていて、これ、うん、どうして、なんかね、いや、めちゃめちゃとにかく可愛いし、で俺他のアイドル知らないんですけど全然、うんうん、坂道しか俺わかんないんですけど、でも乃木坂らしさとかよくあるじゃないですか、話とかも、うんうんうん、映画とかでもそういう話あったりとか、俺は一個ね、その今回のこの新曲いつかできるから今日できるも乃木坂らしさ、うん、だとも思うんですけど、このアラロマも言葉でうまく説明できないんだけども、うん、でもその可愛らしさとか、そう、そこにでもなんか熱も俺はすごい感じると思う。ミュージックビデオもすごい素敵だし、おー、マリカ、こっち来い。怖い怖い、おー、マリカの顔がどん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 マイクから遠くへ遠くへ行ってます。大丈夫ですか、すごい嬉しい、嬉しいな、あ、うん、喜びのね、喜んでる、喜んでる、そんなになんかアラロマに熱を入れる人見たことないから、うん、初めて見たということです、だから校長先生、その熱量ね、校長先生OK、 よし、あ、 OK だった OK だった。でこれね、そこでも発表されたわけですけども、まだ新潟10月8日9日残っていて、うん、さらにこれ来ましたね、乃木坂初の東京ドーム 2days が、はい、ツアーのファイナル、ありがとうございます、やったー、どうすか、もうあと2ヶ月ぐらい、2ヶ月切ってますけども、マリッカはこの東京ドームという、いや、でもやっぱり誰しもが、うん、目指す場所なんじゃないかなと思ってるので、アーティストとしては、うん、だからすごいここまで来たんだなっていうのは、やっぱでも6年間もあるので、やっとなんか来れたなって気持ちです、うん、キャプテンは長かったっすか、あっという間でした、ここまで、あっという間だったと思います、うん、早いなって思っちゃったり、はい、でも6年経ってやっとなんで、うん、楽しみしかないです、
いやこれはだからどういうその形態でライブが行われるのか、ファイナルでもしかしたらいろいろ趣向を凝らしてね、また変わったりとかするのかもわかんないけども、まあ、あのいけるやつはもうはっちゃけまくって、ぜひ声上げまくって、タオル掲げまくってさ、うん、ね、ね、絶対来てほしい。みんなね、はってでも来てほしい。すべてを捨ててはって来てほしいと。キャプテンもそういうとこだよ。そうね。ああ、これはいいよ。この先考える必要ねえんだ。来い来い来い。しかねえんだ。さあ、そんなお二人をお迎えして送る今夜の授業は、ちょうどよかった。いつかはこうなりたいギャグ伝。自分の本音がちょろちょろ出てくるんですね。ちょうどよかった、ね、ちょうどよかったっていうやつね。まあ、いつかはこうなりたいっていう理想を持ってるけども、なかなかその一歩を踏み出すことができないっていう生徒の話を今日は一緒に聞いていこうと思ってるんですけれども、もしもし、もしもし、校長の田山です。京都の芦田です。そして桜井です。マリッカです。大阪府18歳高校3年生のラジオネーム見せかけ悪魔です。見せかけ悪魔、見せかけ悪魔、正直今、はい、ドゥフドゥフしてるでしょ。ドゥフドゥフしてますね。ドゥフドゥフしてますね。がもうドゥフドゥフしてたからね。なぜならな、お前も大好きだもんね。大好きです。何が？乃木坂46が入った。何ですか今の不思議な、不思議な尋問は何だったんですか、ね、ライブとか行ったことあんの？ライブ今回は夏のやつ行けなかったんですけど、うん、でも去年のやつ行ったりしてるんで、最近セブンライブの大阪にも行ってもらったんで。ありがとう。最近だ、ね、セブンイレブンのやつ、うん、いいね。嬉しい。あれ、朝日ナグーがさ、今週金曜日から、これもじゃあもちろん見に行く、友達とかと。あ、もう、初日の舞台挨拶のライブビューイングで見させてもらって。あ、おー、すごい。筋金入りだね、これね。おー。これじゃあ。負けないですよ。あ、いや、俺だって負けんねえよ。始まったぞ、おい。LINE で送られてくるやつとかな、すぐ再生するもん。何なんだ、この二人。通信料気にしながらな。お前もいけんのか？あ、見せかけ悪魔いけんのか？大丈夫ですよ。YouTube に上がったミュージックビデオも速攻つきますよ。何その音。そんな見せかけの悪魔、はい、見せかけ悪魔もこれいつかこうなりたいっていうのがあるんだもんね。はい、ちょっとじゃあまず聞かせてくれ。はい、今いつか好きな人告白したいです。え、好きな人が今いるってこと？いるっていうか今なおいるって感じです。今のいる、今なお、今なお。それはいつからの好きな人なの？高校3年生からです。じゃあ今年か。あ、そうです。中学3年生ぐらい。中3から3年ぐらい。長い。ねえ。3年。はい。それは、一度も思いは告げたことがない？ないです。そう。これは、でも何か、多分あるんじゃないですか。なんかね。この、告げられないっていう理由は何かあるわけ？見せかけ悪魔の。昔に一度別の子に告白して振られて、そこから気まずくなったから。ですね、別の子に告白して、だ別の子告白して気まずくなってしまったから、うん、もしも今の好きな子に告白して万が一振られてしまったら気まずくなってしまうのが怖いと、うんうん、そうですね。後のこと考えるとね。かー、でもまあ思ってることは告げたいって気持ちはそれはずっとあんだもんね。そうですね。あー、でもそこをビビっていけないのか。そうなんです。一回高校が別々になってしまって、はあ、おうおうおう、諦めようと思ったんですけど、うん、駅のホームで向こう、うん、あの駅電車で通学してるん、通学ですね、通学してるんですよ。うん。なら、たまたま駅のホームで会って、おぉ、どうしたんですか？で、今もたまに学校一緒に行ったりするんですよ。それ、いけるよ、いける、いけるよ。いや、でも、怖いっていうか。これは、どうしたらいいんだろう。この、そうですね。ちゃんと誰かに何かを言いたいことはあるわけですよ。うん。でも、その先のことが怖くて、どうしても踏み出せない。うん、例えばその2人だったらね、なんか仕事のことでもね、うん、あります、その本当はこうしたいと、例えばグループでも自分でもいいですけども、だけどもなんかいろいろこう言ってしまったことによってなんかあるからな、言えねえなとか、うん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 、とかあと見せかけ悪魔にこうなりきってもらって今。でもビビっちゃいますよ ね、 ね、これは、これ、ね、うん、でも、うん、やっぱりその好きでいる期間が長いじゃないですか、でも3年も溜め込んでたらもう勢いでなんか行ってしまっても、はい、あ、分かんない、あこれが先に分かんない、でも時に必要よね、でも大事ですよね、伝えないと絶対分からないわけだし、うん、3年も好きだったんだよ、うん、もう絶対好きじゃん、100%ね、揺るぎないしね、揺るぎない、うん、もうだったら行くべきだよ、うん、
とちょっともう相手に漏れちゃってるかもしれないですね、その気持ちがね。確かに。でも、ね、も漏らしていくのもいいんじゃないですかね。そのちょこちょこそういう気持ちがあるあるっていうのは好意的なんだよっていうのは伝わってると、よりなんか受け入れてくれるんじゃないかなって、相手が。そうか、そんな壁がないとは思うんですけど今は、うん、連絡先とか知ってんの？ LINE とかは知ってます。じゃあなんかそっからちょっとずつこうジャブ打っていくみたいな、うんうん、2人で出かけたらいいんじゃないの？これだ、確かに、うん、これだ。そうだね、お酒を見に行ったらいいじゃないですか。あっ、何？なんで急に？そうだ、お前の話だね。別のやつか今。電話変わった？見に行ったらいいじゃないですか。電話変わったかな？お前の話で。あれ？大丈夫です。見せかけかまで。面白い。あまりにも考えすぎて客観的になっちゃったんだね。行ったじゃないですか。まさか見に行ったらいいじゃないですか。いや、俺。これでもそうよね。でも。そういうことですよね。おう、うん、絶対になんかこう学校以外のところで会うっていうのが一つ、うん、もう一歩進展するってことじゃないですか。見せかけ山、朝日ナグ見に行ったらいいじゃない。そうですね、うん、いいタイミングに。後悔だね。おう、後悔だね。ありがたいですね。ありがたいです。ええ、決まりです。誘いましょう。不思議な客観視。だっていいよね、誘うでね。全然。だって映画に2人で行くってことはもうそういうことじゃないですか。まあ伝わるは伝わるよね。まあまあまあ、なんかね、特別な相手じゃないとやっぱ誘わないしね。見せかけ役もじゃあ行ってらっしゃい。はい、行ってきます。うん、早いな。早いな。さらっとしてるぞ。じゃあ、頑張れよ。いっぱい話しろよ、感想とかな。ありがとうございます。これあの一応あの名誉のために言っとくけども、はい、今のあの電話、はい、別にあの朝日ナグに関しての仕込みでも何でもないから、ね、そう、本当それは結果的になんかその映画見に行こうみたいな、はい、映画本当素晴らしいんだけども、たまたま一致した、本当に奇跡的にあのセリフじゃないからね、あいつのね、見に行ったらいいんじゃないですかって言われる、あれはセリフではない、本人の気持ち、客観視から生まれた言葉だから乖離しちゃったわけ、体と心が、言葉が、全てが、うん、もしもし。もしもし。校長の富山です。京都の芦沢です。そして桜井です。マリッカです。新潟県出身、うんうん、山形県16歳のラジオネームレカタン推しの桜です。ちょっと待ってよ。あらららら。これね、キャプテン。レカタン推しのってことはそういうこと？え、そういうこと？はい、高校、あ、はい、乃木坂が大好きです。嬉しい。で、キャプテンのことが好きなの？はい。うわ、ラジオネームに入れるって嬉しい。ねえ、最高。頭抱えちゃってるな、嬉しすぎて。桜さん、ありがとう。ちなみに高校何年生今？2年生です。中二高2番、フリーダーム。フリーダーム、ナイスフリーダーム。ちょっと割って入った感がすごい、ごめんね。なんかマリッカが、マリッカどう？あー、フリーダーム。あ、そうです、怯えるように、あー、フリーダーム、ありがとう。ちょっとじゃあ、さくら、さくらにもいつかこうなりたいっていう自分があるんだよね。はい、まずじゃあ誰もが、うん、あ、誰もが認める完璧な部長になりたいです。部長ってことは部活？はい。何部？書道部なんですけど、うん、もともと字を書くのが好きで、うん、高校で書道部に入ったんですけど、うん、やっぱ、うん、先輩からの勧めで部長になったんですけど、うん、やっぱり実力が足りなくて、なんか前の部長のが素晴らしかったので、こう比べられちゃうんじゃないかってすごい不安で、でも副部長2人にはこう弱い部分を見せるのが嫌で、なかなか相談できなくって、でれいかちゃんはこうすごい慕われてて憧れて、どうやったらなれますか？こういうかっこいい桜井キャプテンのようにってことな、うん、はい、はい、そうです。ありがとう。キャプテンは、はい、どうですか今のこの桜の話を聞いて。へー、うん、でも、うん、多分部長が桜ちゃんを、あの前の部長が桜ちゃんを選んだのには絶対理由があるし、なんか奪いが全てじゃないから、部長ができる子って、うんうんうん、きっとこの子だからできるって思ってさくらちゃん選んだと思うんだから、なんかこう、はい、全然気負わなくていいっていうか、そこは
自信を持って全然やっていいと思うよ。あ、本当ですか？だってまだ部長になって5ヶ月ぐらい？そうですね。だよね。この間。そうだよね。はい。まだたったの5ヶ月だから、これからだと思うよ。あ、本当ですか？うん。時間が経てば、もう、おのずと部長板についてくると思うし。うん。うん、キャプテン、弱い部分ってやっぱ、うん、それキャプテンもね、はい、人間だから、うん、あるわけじゃないですか。あります、あります。そういうのってどうしてんすか、乃木坂の中で。最初はもう出しまくりました。うん、メンバーのみんなに。メンバーのみんなに。メンバーにもスタッフにももう弱音もいっぱい吐いて、うん、ライブ前なんか、毎回泣いてるぐらい。うん、本当に、みんなの助けが最初は必要だったので、うん、素直に私できない、ここ難しいって言って、みんなに協力してもらって、それでちょっとずつ経験積んでできるようになってきて、うん、やっとこう少しアドバイスができるようになったりとか、うん、ちょっと引っ張れるようになったりしてきたので、うん、最初はもうひたすら失敗を繰り返すことが近道だと思うな。うん、もちろんね、桜みたくその完璧じゃないといけないって思うのもめちゃめちゃ大切なことだけども、うんうん、でもそうじゃなくてやっぱ桜も人間だから、うんうん、そういうのをこう相談できることによって向こうもね、桜のことをめちゃめちゃ信頼、うんうんうん、そういうこともだってあったでしょ多分、うん、でもやっぱ話し合ってこうお互いを理解し合うことが一番なんだろう、チームとして大事だと思うんで、はい、うん、もちろんその部長っていう名前があるかもしれないけど、うん、部長でもやっぱり弱い部分があって、だからそういう弱いところはみんなが誰かそれが得意な人が助ければいいしっていう補えばいい、それがでも乃木坂46もやってきて、うん、6年間これでやってきてるから、うん、レイカが部長でキャプテンだからここまでこういう雰囲気になれたとかきっとあると思うし、うん、うん、だから大丈夫だと思います。うん、そうそう、ありがとうございます。ちょっといけるんじゃないこれ、うん、ちょっと頑張ってみます。なっ、ね、前の部長を追いかけなくてもいいですしね。そうそうそう、はい、そうだよ、自分にしかできないことが、うん、そうそう、最初は比べられて当たり前だから、うん、後から超えればいいから。そうそうそう、はい、ありがとうございます。マリッカ、そして何より、はい、レカタン推しのさくら、レカタンに言ってもらえて本当よかったよ、俺な。嬉しいです。心からのレカタンって呼んでるの。恥ずかしいな。さくらタン返し。ありがとう、じゃあね、さくら。はい、ありがとうございます。頑張れ。はい、これからも頑張ってください。ありがとう。はい、まあ、というわけで、そろそろ黒板のお時間となってしまいました。はい、ね、スクローブロックいつも最後黒板で締めているんですが、今日はもちろんお二人にお願いしたいと思っております。はい、はい、どうしよう、どちらが、じゃあ書けます。うん、じゃあ考えよう。どうしようか、何がいいだろうね。今日のその、まあ、いつかこうなりたいと思ってるけども、はい、なかなかまだまだ踏み出せないみんなにでもいいですし、そうです、ね、今これまあ10代のみんながたくさん聞いてくれていて、うん、10代のみんなに向けてでもいいですし、そうですね、はい、何でも、うん、よろしいでございます。今日もね、たくさん書き込みすごい来ていて、そうね、ファックスもありがとう、みんな、本当読み切れないんだけども、今日すごいスピードでね、どんどん上がってってますからね、来すぎていて、うん、ね、群馬のナポレオン Z もね、はい、めちゃめちゃ乃木坂への重い重い重いを全部漢字違う、へえ、伝えたいとかさ、うんうんうん、広島県の乃木坂の玄米様も、乃木坂の玄米様、そんなバカな、まあ、曲のタイトルだけど、ああ乃木恋しすぎて速度制限したギガくださいとアプリの話、ね、早くない、ちょっと速度制限やりすぎたんですけど、ギガくださいね、ギガちゃん見たね、これね、うん、とかたくさん、めちゃめちゃすごい、あ、神奈川県の20歳の男の子、女子カル愛しすぎ1000人、レイカナイロンモデル就任おめでとう、マリカ初福神おめでとう、うんうん、ありがとう、推しとして本当泣きそうです、これからの二人の活躍が楽しみや、一生押すぞ、うんうん、あ、すごい、思いが強い、嬉しい、朝になっても押してくれんのかな、お、そりゃそうでしょう、おじさんよ、急におじさん出てきた。さあ、それでは読み上げていただいてよろしいでしょうか。今しかできない、終わりよければすべてよし、二人
二人でこれおっしゃっていただいて、少しだけじゃあお話をいただいてもよろしいでしょうか、うん、この黒板に対しては。まあ、今しかできないっていうのは、まあ、いつかできるから今日できるっていう、まあ、その歌のタイトルもあるんですけど、今だからその求められてることってあると思うんですよ。で、今の環境だから、そういう状況に立っているわけだし、うん。それになんか一歩踏み出すか踏み出さないかで多分すごい人生が変わるっていうか、乃木坂に入ったこともそれが一つ私は大きなことだったんですけど、うん、何かもし求められていることがあったら必ず行動することと、うん、自分が直感で思ったことも直感を信じる衝動っていうのも大事だと思うので、うん、はい、周り良ければ全て良しは、なんか私的にはこう綺麗に生きるよりも、なんかいろんな山登ったり谷底に一回落ちてみたりっていう、なんかこうぐちゃぐちゃしたような道を歩くような人生もすごい素敵で素晴らしいんじゃないかなと思って、今日ここを出演させていただいて、みんなには未来が、明るい未来たくさんあるなって感じたので、みんなには負けずにどんどんいろんなこと挑戦してほしいなと思って、この言葉にしました。はい。スクールオブロック、ブルボン、ジャスラック、日本音楽著作権協会がお送りしました。そうして2011年ですか、乃木坂が始まったのが。そこからだから6年。本当にいろんなことがある中、うん、おそらくこういう言葉をどこかでね、はい、胸に秘めながら前に進んだ結果が、今の乃木坂46、はい、そして東京ドームにつながるわけ で、だからもうここにいてくれてることがもうすでに証明なわけだから、そうですね、証明してくれているわけだから、何かをやってきたことが今ここになってるんですね。そう、うん、うん、改めて素敵な黒板と素敵な言葉たちと素敵な曲を、はい、いつもありがとうございます。そうですね。いつもいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日も2時間本当にありがとうございました。楽しかった。また来てくれます？ぜひぜひ。ぜひ。いや、キャプテンは本当に来てくれそうな気がするんですけど、マリッカはちょっとね、何回かね。本当？うん、大好き。お、スクロープロック大好き？大好き。手を挙げて喜んでくれてる。アナロマ。校長校長が一回やっている、すごいんだよ、すごい。2年生のクリスマスライブのやつ、はい。